どうも、こんにちは。傷だらけのローラやヤングマンなど数々のヒット曲を歌い、2018年に死去した歌手の西城秀樹さん。告別式に多くの芸能人たちが集まり、沿道を埋め尽くしたファンからは何度も秀樹と呼びかける声が上がっていたことは記憶に新しいのではないでしょうか。あの日から6年、ブルースカイブルーが流れる中、涙を拭うことなく棺を運んだ長男の木本慎之介さんは亡き父の背中を追い続けていました。当時、東京青山葬儀所での告別式で遺灰を抱え涙を流していた中学生の慎之介さんは20歳になりました。今年の3月から芸能事務所に所属し、公式 YouTube もスタートさせて歌手デビューに向け大きな一歩を踏み出した慎之介さんは、3年前の高校2年生の時、それまで目指していたプロサッカー選手の夢を諦めて音楽の道で生きる決意をしたといいます。それからはドラムとボーカルの練習を積んできました。そんな中、実際にプロのステージに立ってみて、メディアにも取り上げてもらったことで自分の中でプロへのスイッチが入ったんです。年が明けた1月には、大好きだった朝倉未来さんが作られた芸能事務所に自分から履歴書を送りました。有名な歌手もタレントもいない格闘家兼 YouTuber の朝倉さんが経営する新興事務所に自ら応募したといいます。何もかもお膳立てしてもらう生き方に魅力は感じられないんです。逆に未来さんは全くの無名の立場から、自分の腕一つで格闘家としても YouTuber としても会社経営者としても成功された、そんな姿に憧れていたし、ここなら自分の可能性もいっぱい出せるんじゃないかなって。芸能事務所としてまだ小さいと言われるならば、自分の活躍で大きくしたいって思っています。芸能界に入れば父の名前がついて回るのは覚悟の上、でもそこに頼ることはしたくなかったんですと、芸能の世界に入った覚悟を語っていました。5歳からドラムを習い、小学生時代には西城さんのライブステージで叩いたこともあったといい、当時から聴いていた音楽は流行歌ではなく歌謡曲と R&B だったようです。特に父を意識したわけではなく、最初から自然と惹かれていました。感性が超古いんですよ。ワンズや尾崎豊さん、玉置浩二さんら昔のロックバンド、 EXILE なら初期の清木場俊介さん時代とか、打ち込みのデジタルサウンドよりもドラムやギターの生の音、そしてやっぱり歌唱力のあるボーカリストが好きなんですと語っていた慎之介さん。ミュージシャンだった父の偉大さは誰よりも熟知しており、息子が言うのもあれですけど、マジであの人は歌がうまいんです。ミュージシャンのいとこがいるんですが、彼が父の歌声を研究したら周波数が一般人と明らかに違うんだそう。だから普通の人が父の曲をそのままカバーしてもうまくはまらないんです。傷だらけのローラなんて、あんな風に歌えるのは世界中で父だけなんですよと、西城さんの偉大さに触れていた慎之介さんですが、父との時間は取り戻せないですから、だから今パパの歌い方をめちゃくちゃ研究しています。パパが得意だった音域が豊かな歌い方をもっと極めたいなって。1970-1980年代の大阪球場のコンサート映像なんて完コピできるくらい見返していますと、西城さんの歌唱力について熱く語っていたこともあります。そんな慎之介さんですが、8月1日放送の日本テレビ系ダウンタウンデラックスに出演し、父の金銭感覚について語っていました。この日は新旧2世芸能人大論争スペシャルと題し、2世芸能人がスタジオに集結。父の異常なこだわりとして、めっちゃ小さい時の記憶なんですけど、父の部屋に入ってカバンが置いてあって、ガキなんで漁るんですよ。そうしたら財布が3つくらいあって、100均で売っているような札束が3つくらいバーンと入っていたという思い出を披露。慎之介さんは母に何でって聞いたら、親父は銀行を信じていないらしくって、一切銀行にお金を預けるのを断っていたらしいです。家の財布の中にたくさんあってびっくりしましたと語っています。さらに小学校高学年になってから、恥ずかしかったのが会計の時にその財布を出すので見られちゃうんですよ。そう、根がすごい大丈夫なのかなって
と戸惑ったことを明かしています。またお年玉については小さかったんで10万円くれるんですけど、もらった瞬間小さかったから使えないじゃないですか。すぐに母に回収されて結局何も買えないと振り返っていたことも話題となっていました。また MC のダウンタウン浜田雅俊さんから、家でのお父さんはどういう感じなのと聞かれると、本当に一般人ですよ、ただの、全然喋らないです。ご飯の時とか家族みんなで食べるんですけど、たまにテレビに父が出ても全員知らんぷりです、あまり触れないですと語っており、車で出かける時にも基本的にサザンの曲ばっかがかかっているんで父の歌はかけなかったですとし、西条さんが車の中でサザンオールスターズの曲を歌っていたと明かすと、共演者からそれは豪華だなと羨ましそうな声が上がっていました。またしんのすけさんは6月11日放送の日本テレビ系トーク番組踊るさんま御殿にスタジオ出演した際には、しんのすけさんの姿が西条さんの面影を感じるとして反響を呼んでいました。司会の明石家さんまさんが、お父さんにはお世話になりましてと今年中にデビューするというしんのすけさん深々と挨拶。しんのすけさんが木梨憲武さんのライブに呼ばれて父の歌ギャランデュを披露したこともあると説明すると、さんまが声似てるとかあんのやっぱりと質問。声は似てるって言われますね、顔はあんまり似てないと返答。ネット上では秀樹さんの息子さん立派になったな、声が秀樹によく似てる、イケメンすぎてびっくりするわといったコメントが多く上がっていました。20歳を迎え父と同じ道を歩み始めた新之助さん、正直に言うと生前父のことをすごいと思ったことはありませんでした。なんでみんなから秀樹さん秀樹さんと慕われていたのか理解ができなかった。でも今はわかります、誰よりも父に憧れ尊敬しファンになったから。父のことをこんな風に思えたのは最近のことです。僕も音楽の世界で生きていこうと決めたからと今は亡き父について語っていた新之助さん、華々しい経歴を持つ一方で西条さんの半生は病との戦いでもありました。2001年、一般人だった美希さんと結婚した直後に脳梗塞を発症、回復したものの2003年6月に公演先の韓国で再発してしまいます。以来何度も脳梗塞に見舞われましたが、その度にリハビリに励みステージに立ち続けていました。そして長男の新之助さんが生まれたのは2度目の発症の直後2003年9月です。その前年には長女が、2005年には次男が誕生し、西条さんは40代後半にして3人の子供に恵まれました。新之助さんが幼い頃の父の記憶を振り返り、地元の庶民的な飲食店や銭湯に通い、全く飾らない人、普段は芸能人らしさを感じさせませんでしたね。怒られた記憶はほとんどなく、本当に優しい父でした。父がドラムをやっていた影響で僕も5歳からドラムを習い始めましたし、よく地元の川崎フロンターレの試合にも連れて行ってもらった。試合のハーフタイムショーに父が登場して歌うこともありました。それで僕もサッカーをやりたいと思うようになったんです。小学3年生で新之助さんが入団したサッカークラブは OB に三笘薫選手や権田修一選手ら日本代表選手を何人も輩出する名門中の名門だったようです。最初はなかなか試合に出ることができなかったのですが、父と母が見に来てくれていたから試合に出られないのが悔しくて、毎日必死に練習して6年生の頃にはレギュラーを勝ち取れました。子供たちの成長を見守る時間は西条さんにとって何よりの宝物だった一方で、病魔は確実に西条さんの体を蝕んでいきました。幼い頃から父がリハビリをしている光景は我が家では当たり前で、あまり病気という感覚はありませんでした。でも僕が小学校高学年になった頃にふと思ったんです。リハビリって病気を治すためにやるはずなのに、具合は良くならずむしろ悪化している、これはおかしいぞって。右半身の麻痺は残ったまま、僕が中学校に入学したぐらいにはろれつが回らなくなり、救急病院に運ばれることも増えていきました。思春期を迎えた新之助さんは
父の姿に戸惑っていたといいます。足を引きずって歩く父の姿を友達に見られたくないって思ってしまったんです。中学1年の保護者参観日の前日、母に恥ずかしいからパパは学校に来ないでって言ったんです。母は烈火のごとく怒り、平手で打たれました。このやりとりはリビングで休んでいた父にも聞こえていたはずですが、ずっと黙っていました。聞こえていないふりをしていたんです。必死に病気と戦い、リハビリに励んでいた父に、僕はなんてひどいことを言ってしまったのか、今でも後悔の思いが消えません。別れが訪れたのは、新之助さんが中学3年生になった2018年4月25日の夜7時頃、西条さんは家族で夕食を囲んでいる最中、突然意識を失い救急車で搬送されました。新之助さんはサッカーの練習中だったといいます。母が泣きながら、パパが倒れたと電話をかけてきて、急いで病院に向かいました。母も姉も弟も取り乱していましたが、僕は妙に冷静でした。その頃、父の症状は相当悪く、来たるべき時が来たんだという気持ちでした。父がいなくなったら、僕らの生活はお金はどうなるんだろう、サッカーをやめて働こうかなどと漠然と今後を心配し始めていました。5月16日、西条さんは急性心不全でこの世を去りました。悲嘆に暮れる家族の中で、新之助さんは毅然と振る舞い続けたといいます。どこかで長男だからちゃんとしなきゃという思いもあったけど、それよりも当時の僕は思春期真っ只中で、人前で泣くなんてかっこ悪いと思っていました。その気持ちは告別式でも同じだったのですが、いざ父が眠る棺の中に花を入れていたら、急に涙がボロボロ出てきて、全然止まらなくなったんです。父のファンやマスコミも大勢いて、一番涙を見せたくない場面なのに、誰よりも号泣してしまった。そんな僕の様子に家族も驚いていました。西条さんが亡くなった翌年、新之助さんはサッカーの強豪高校に進学、プロになることを目指して練習に打ち込んでいましたが、チームメイトのレベルの高さに圧倒されたといいます。2学年上にめちゃくちゃうまい先輩がいたのですが、その人でも高校卒業後にプロになれなかったんです。現実を知った僕は高校2年の時にサッカーの道を諦めました。自分がやるべきものは他にあると思い始めていたんです。自分に何ができるのかを真剣に考える中で、もう一度音楽がやりたいと思うようになっていました。それから新之助さんはドラムのレッスンを再開し、ボーカルのレッスンにも通い始めたそうです。同時期に日本一のイケメン高校生を決める男子高生ミスターコン2021にも応募しています。ミスターコンは何回も審査があり、その過程で僕は父の名前を一切出していませんでした。ですが3次審査あたりで明らかに父のことがバレた感じがあったんです。これでは正当に評価されないだろうと、選考の途中で辞退させてもらいました。父と同じ芸能界を目指すことに母は当初猛反対していたといいます。甘い世界じゃない、大学には行きなさいと諭され、新之助さんは高校卒業後大学に進学。ですが音楽への情熱は消えなかったといいます。学業の傍ら養成所に通い、技量を磨き続けた新之助さん、その本気度が母親にも伝わり、音楽の道に進むことを認めてくれたといいます。僕はずっと自分のことを話すのが苦手だったんです。口下手というか、でも歌は自分の内面や感情を歌詞に乗せるじゃないですか。歌を始めたことで自分がどんどん変わっていったんです。感情を表に出せるようになった。母はそういう変化も見てくれていたんだと思います。そうと決まれば家族に負担をかけたくないし、退路を断つという意味で大学は中退しました。新之助さんにとって本気で歌と向き合う上で、父親の存在は避けて通れなかったようです。邦楽も洋楽も昔のものを好んで聴いているんですが、父がカバーしていることも多くて聴いてみて驚きました。ピッチは絶対に外さないし、何より歌唱力が圧倒的。そこから父の曲をすべて研究し、夜のヒットスタジオなどの出演番組も全部見ました。好きな曲もどんどん増えて、バラの鎖やブルースカイブルーは名曲中の名曲ですね。だから今本気で後悔しています。
もしタイムマシンで過去に戻れるなら、ずっと父のそばにいて歌を教えてもらいますよ。病気で亡くなる前にもっと父からいっぱい教えてもらいたかった。今は毎日父の仏壇に向かって上手に歌えるようにしてくださいと手を合わせています。最近では自分が知らない生前の父を知りたいと思うようにもなったそうで、西条さんが通っていた飲食店に出向き、店主に父との思い出話を聞いて回っているのだといいます。来るデビューに向けて研鑽を積む日々ですが、焦る気持ちはないと語っていた新之助さん。僕の場合、どうしても七光とか二世と批判めいたことを言われるだろうし、父と比較されもするでしょう。それは覚悟の上、それでも歌いたいんです。でも実力がないのに西城秀樹の名前を借りて世に出るのは違うと思っています。努力を重ねて誰もが納得する形でデビューしたい。生意気かもしれませんが、それが僕の目標です。父の背中を追って芸能界へ進む決意をした新之助さん、西城さんも天国でしっかりと見ていることでしょう。今後の新之助さんの活躍にも注目です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。